皆さん、こんにちは。今回は蓮舫さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。バイオリニストの高嶋ちさ子さんが2019年9月2日 TBSK 有田哲平と高嶋ちさ子の人生いろいろ超会議に出演しました。学校の先輩である立憲民主党の蓮舫参院議員が、私の子育ては完璧だからと会食で話していたことを明かす場面がありました。この日は蓮舫さんの長男で、当時放送中だったの同局系ドラマノーサイドゲームで俳優デビューした村田凜さんがゲスト出演しました。蓮舫さんと高嶋ちさ子さんは青山学院初等部からの先輩後輩の仲だと言います。同じく同校の卒業生である俳優の高橋克典さんとのスリーショットの写真も公開され、高嶋ちさ子さんは一度この間もご飯させていただきましたけどと語る内容が蓮舫さんらしい内容でした。私の子育ては完璧だからっておっしゃっていたので、ですよねって返しましたと笑っていました。新興の平成のぶしこぶしの吉村隆さんから、そこは高嶋ちさ子さんビシッとといつものはにき抜きせぬ発言を促されるも、高嶋ちさ子さんはいやいやいや、さすがですよ先輩って話したと持ち上げたことを明かします。続けて、昔から怖かったんですよ、小学校の時から。今も怖いですけど、めっちゃ怖いと語っていました。スタジオメンバーから、高嶋ちさ子さんがビビるってと有田哲平さんが述べます。イメージなかったと吉村さん、そんな方とはと岡田由美さん、このように意外な素顔に驚きの声が上がる中、本当に頭が上がらないんですと苦笑いするばかりでした。吉村さんからは、強い女性を産むというイメージの学校ですねと厳しい指摘も入り、高嶋ちさ子さんは危険な学校だと母校をディスって笑いを誘っていました。さて、グラビアタレントから政界入りした蓮舫さん、台湾人の父親が台湾バナナの輸入業で財を成した台湾バナナ御殿に住んでいたことでも知られています。しかしそのバナナ御殿は解体され、現在は世田谷区に3世帯住宅に住んでいるのだそうです。そんな蓮舫さんの世田谷区のどこに自宅はあるのでしょうか。2016年の金スマで豪邸を公開した蓮舫さん、東京都目黒区にある敷地面積約400の大豪邸で、父である謝哲信さんが台湾バナナの輸入業で財を成して建てたものでした。新聞赤旗などで自宅の外観も公開されており、自宅を街宣車で抗議されたこともあったようです。近隣住民の方々はさぞ怖かったことでしょう。しかし2020年8月に蓮舫さんと村田信之さんが離婚したことで、この目黒区のバナナ御殿は解体され、都内の不動産関連会社に売却されたとのことです。息子の凛さんも井戸田栄太郎さんと養子縁組して家を出たこともあり、自宅のリセットを考えたのかもしれません。2022年6月23日発売の女性セブンによると、世田谷区の住宅街に3階建ての豪邸を建てたという蓮舫さん、東京世田谷区の住宅街に3階建ての瀟洒な邸宅が新築されたのは2022年4月下旬でした。表札はなく、近隣住民も誰が住んでいるのかわからないと首をかしげるばかりでしたが、登記簿謄本を確認すると所有者は株式会社ローレルとありました。同社は参議院議員の蓮舫さんの父で、台湾バナナの輸出入業を営んでいた謝哲信さんが1963年に設立した老舗の商社でした。株式会社ローレルを調べても該当するような内容は見つかりませんでした。蓮舫さんの父謝哲信さんは台湾バナナの販売業をしている時に複数のペーパーカンパニーを運営していたという情報もありますので、税金対策などの会社かもしれません。4月に新築したという蓮舫さんの豪邸の画像は複数インスタにアップされています。おしゃれなソファーや広いテラス、窓からは桜が見えるようです。近所の家の窓には特徴的な装飾がされており、わかる人にはすぐわかりそうな画像です。しかし蓮舫さんの世田谷区の新居は表札も出ていないということで、近隣住民も誰が住んでいるのかわからないとのことです。
前述したように街宣車に特定されて近隣に迷惑をかけることを恐れているのかもしれません。かつて国会開会中にスマホをいじったり、国会内でファッション撮影を行ったりと、国会にファッション感覚で居座る二重国籍議員蓮舫さん、そんな彼女にシャブ逮捕難とのゲス不倫疑惑が浮上したことがありました。ここでプロフォールを確認しておきましょう。蓮舫さんは本名を村田蓮舫といい、1967年11月28日生まれ、日本の政治家であり元グラビアアイドルでした。当時民主党内でも目立つ存在であった蓮舫さんにまたもスキャンダルが報じられます。蓮舫さんがシャブ逮捕歴男と密会した台風の夜という見出しで、フラッシュ2011年10月11日号が蓮舫議員の黒い交際を報じました。そして11月15日の参院予算委員会で自民党の西田昌司議員に脱税や覚醒剤取締法違反容疑で逮捕歴がある元不動産会社社長と、昨年8月青森県のねぶた祭りを見学に行ったり、今年9月21日には東京麻布十番で飲食していたりしたことを追及されていました。このように2011年11月蓮舫さんは週刊誌に不動産会社社長との不倫疑惑を報道され問題となりました。しかもその不倫相手は不法薬物使用で逮捕された過去がある人物でした。このことを野党議員から国会内で追及され、蓮舫さんはこの社長との交際があったことを認めたのですが、不倫ではなかったと述べていたそうです。中国系の蓮舫議員が不倫スキャンダルで大臣を退任。これを中国メディアサーチナが1月14日12時48分配信を試みました。不倫関係が立候補前のものならまだマシでしたが、議員になり政権与党の大臣という重い役職を担っている時期だからこそ情状酌量の余地はないとしています。蓮舫という議員もどきのタレント崩れは間違いなく国会を軽視していると、厳しく論じていました。親密になる前に関係を切っていればさほど問題にはならなかったはずです。そこを我慢できないのは倫理観が欠けてると言われてもおかしくないでしょう。公人としての自覚もなく、交際相手もまともに選べない人間が議員を名乗るという日本の悪夢。事実なら議員辞職して報酬を全返還しないと割に合わないとまで言われていました。そして異常な家庭でもありました。蓮舫さんは過去に家族でバラエティ番組出演を果たした際、夫をないがしろにした発言で物議を醸していました。家族の中では蓮舫が頂点で、父親の序列は犬猫以下と話す子供たちを見て笑っている蓮舫さんに違和感を覚えた人が少なくなかったようです。旦那の村田信之氏に直接話を聞いてみると、植物以下です、邪魔にならないようにしていますと哀愁漂うコメントをしていました。もはや何のために夫婦関係を続けているのかわからない状況だったのです。さらに誕生日ごとに家族写真を撮っているそうですが、夫の髪の毛が年々薄くなっていることについても、蓮舫さんはそのうちフェードアウトするんじゃないですかね、いなくなるなどと語りました。また結婚した年や結婚記念日、プロポーズも覚えていないと語っており、その理由は次の通りです。そんなのいちいち覚えていたら人生面倒くさいですよということでした。夫の村田さんは番組の中で家族と一緒には出演せず、単独インタビューで登場しています。前述の通り、自分は植物以下の存在と語りました。植物は光合成をするじゃないですか、自立しています。水さえあれば生きていけるけど、私は水だけでは生きていけないとし、家の中では家族の邪魔にならないように生きていて、すれ違う時にはすっと体をかわしているのだと言います。これが放送されると、ネット上では蓮舫代表の夫の扱いがひどすぎると大騒ぎになり、家庭内虐待が行われている、 DV だなどの指摘が広まり、さらに民進党代表の発言だけにさらなる批判が寄せられました。こいつが男女平等を口にしたら腹抱えて笑う、夫を人扱いしない人が果たして国民を人扱いするのだろうか
などといった批判が掲示板に殺到することになってしまったようです。夫への扱いから見ても蓮舫さんが他の男性と親密になっている可能性は大いにあると疑われても仕方がない状況でした。ところで蓮舫さんは本名を村田蓮舫と言います。ちなみに蓮舫さんは日本と台湾の二重国籍問題で党の代表を辞任した経歴を持っています。メディアの中には彼女に罪はない、法務省の責任などという擁護した記事を書いているところもありましたが、実際に違法性が認められている悪質な事案です。本来なら国会議員そのものを辞めるべきところを党代表辞任程度で済ませたところに、蓮舫さん自身、そして党の甘さがにじみ出ていると言われました。つまり何十年もの間二重国籍を放置してきたことになります。過日国籍離脱したと発表し、それまでは離脱していなかったことを認めました。代表選最終盤の発言であり、これは党員サポーター投票の締め切り後だったので、代表選は無効だから延期すべきだという署名が党内でも集まったことがありました。国籍選択宣言はすでに認められたが、この時も台湾国籍は残っていたので国籍離脱の証拠が出せなかったそうです。朝日新聞などが騒いだ戸籍謄本はこの時分かっていたので新情報ではありません。話が矛盾していたのは台湾国籍の喪失の時期だったのです。中華人民共和国から日本に帰化した李小牧は自らの国籍変更の経験をもとに、国籍変更という人生の一大事を覚えていないのは馬鹿げた話だと批判しました。また蓮舫さんが台湾籍の確認に時間がかかったことについて、台湾の官報はネットで公開されており、検索すれば十分で答えはわかるとして、蓮舫さんの説明は嘘だと語りました。アゴラで蓮舫さんの不対国籍を初期段階で指摘した矢端和夫さんは、国籍選択をすれば戸籍謄本に載ると指摘し、台湾当局に聞くまでもなく二重国籍の状態であることを知っていた、あるいはすぐ気づいたはずであるのに黙っていたと主張し、政治家にとって特段に重要な問題といえる国籍について何度も嘘をついたと批判していました。台湾籍を抜いていないことは問題だが、それよりも国籍について公の場で嘘を繰り返していたことの方が問題です。またファッション誌撮影もどうかと思うところですが、そもそも国会内の撮影申請の時に嘘をついたのは本当にいただけない限りです。2010年、蓮舫さんは国会議事堂内でファッション誌撮影を行ったとして批判を受けたことがありました。その時に彼女は国会活動の記録のためと申告していたのですが、中身は完全に商業目的のファッショナブルなものでした。蓮舫さんは自己アピールのために国会を使い、そのために嘘の申告をしていたことになります。議事堂内では個人の宣伝や商業目的の撮影は禁止されているのです。だから虚偽の申告をしたのかとさらに疑われています。嘘をついてまで国会でグラビアを撮りたかったのでしょうか。蓮舫さんは安倍前総理に対して、国会を何だと思っているんですかと強い口調で批判していたのですが、国会内でファッション撮影していた人間に言われても説得力がまるでないと言えるでしょう。蓮舫さんの秘書が痴漢で任意聴取を受けた際、相手の女性の言い分との間に食い違いがある、刑事事件になっていないので公表するつもりはないというコメントを発表し、働く女性有権者たちを凍りつかせました。自民党議員の秘書による不祥事はこれでもかと糾弾する蓮舫さんです。身内で起こった不祥事には擁護隠蔽で対処するというダブルスタンダードを見せています。いかがだったでしょうか。今回は蓮舫さんに関することについて見てきました。これまでの話を聞いてお分かりだと思いますが、自分のことは棚に上げてというような振る舞いが多く見られます。ましてや他人の指摘に素直に応じる雰囲気もありません。強い女性を演じていることも考えられますが、冒頭の高嶋ちさ子さんの発言から察するに、そういったことは一切ないようです。他人の振り見て我が振り直せという格言がありますが、まさにその言葉は蓮舫さんに当てはまります。立憲民主党系の国会議員はブーメランが得意だと揶揄されますが、まさに蓮舫さんが筆頭といったところではないでしょうか。
少しでも国民の支持が向くような言動や振る舞いを心がけてほしいものです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。